もやろ。でも小さい頃なんかこれうちなんか爆弾岩って言われてて、そんな顔に見えるね。うん、いやあの爆弾でやられたやつがそのシミになってるって。いやでもこれは違うと思うけど、どこがシミだか忘れたけど、あ裏側って言われてたんだけど、いつの間にか幸せの叶う。いや別に大丈夫よ、ただシミになっちゃったっていう。あその辺かな、人がめり込んじゃったの。そこ嘘だよそこ本当に書いてある。そのうち一つでも入れば、どこから投げればいいの？どこからでもいいらしいよ。そうなの？うん、じゃあ絶対入るじゃん。でもなんかなかなか入んないんだって。そうなの？うん、あ、ほんとだ。おい、入っちゃった。願い事叶っちゃった。あ、入っちゃった。おい、入っちゃった。入っちゃった。2回も入っちゃった。1回も入なかったんだよね。そんな近くに入った。すげえ近づいたけど。すごい近づいた。ちゃんとそこの上からやったけど。ふたん、願い事叶った。今週平日会えるかな。やっぱ左利きなんだね。左の方が入りやすいんだね。どうしよう、上の駐車場この間行ったら閉鎖されてたけど、今回空いてたら何のために歩ってんのって話になっちゃう。もうやだよそれ。歩こうよ、もうそれ。歩こうと歩こうじゃないよ。全然知らない。どこ知らない。あ、うちマスクついちゃった。4つの色を見つけると死に至るって言われてる。7つは死ね。え？7つは死ね。7つ？7つですよ。でもどんなに探しても3つしか見つかんないってみんな言ってる。え？なんでどうした？見つからないです。何かわかりますか？元からないです。あ、存じてます。大丈夫だ。7つじゃなくて4つ。そうなの？あれ？うちらが。ドラゴンボールと間違えたよね、その人。
バサキさんなんだよ。噂だとバスもここ走ってたって言うんだけど、どこからたってバスが通れない場所が一箇所あるんだよ。あれ？え？ああ、だからロータリーみたいなのかな。ロータリー見れないかも。誰かいた。今移動のところ？移動のところだよ。うん。うん、よかった。行こうになった。よだれが止まんない。はい、チーズ。はい。
時この1個しか分かんなかった。あ、ほんと。まあ、大体井戸がここにあるってことは水脈的にこの辺にあるんじゃねえの。ああ、暑い。あれは石だね。川っぽい感じがこっちあるからこっちかな。わかんないでしょ。頑張ってる。あなたのお尻を追っかけてます。隠されました。あれ、さっきやったな、このネタ。味方？あれ？トンネルカットしちゃったっぽい。そうでしょ？カットしちゃダメじゃん。笠間城のあの神社。笠間神社。ボロボロだけど。あれ？あ、この上か。笠間神社。わかんない。あれ？トンネルもうちょっと奥だっけ？もう記憶ないや。なんて書いてあんの？ああ、お殿様の話か。ですって。どうしたの？あっち。あっち。これは何の？石。元気ね。さっきサーターダーギー食ったからなんかちょっと胃の中ひっくり返ってね。くなんか俳句かなんか。返事？ああ。必ずなんとかなんとか。返事って書いてある。返事だよね。うん。この方返事。あ？あ？あ？なんだあの建物。はい、いや。なんとなく。だから、ここに天守閣があって、天守閣とかあるから、そこも違うんですよ、こっちですね。そうだね。もともと違う。どうやんねん、キノコ。どうやんねん。これキノコじゃないで、発泡しろよ。いや、うんこしてんな。バチ当たりすぎね。
分かった、これ左行ったらトンネルだ、逆から来ちゃったんだ。ライト持ってくるの忘れたよ。いつも。上に風間神社ね。風間神社はいいよね。行きたい？アンビリでやってたよね。5回クラクションここで鳴らすと足つかまれるって。お侍さんだよね。女の人の例じゃない。お侍さんだぞ、ここは。誰か持ってくるから、あ、また忘れたよ。いや、多分映んないよ。ここ前電気ついてたみたいだね。蚊がいる。そのままこっち向かないでね。いつも撮るからね。バスは無理だろう。バスは通ったって言ったけど、動画が立ってくる車だよね。頑張って。一応ここに輪立ちがあるから車だよね、ほら昔のね、ここあるから。でも軽ぐらいしか取れないんじゃない？ワゴン系は無理でしょ。でここでクラクション鳴らすの迷惑だし。なんか映っちゃって大丈夫かな今。でも動画撮ってみるんじゃん。まあでもお城の時に作られたトンネルだから、まあそうなんですね。よし、帰ろ。なんか認識した今。カメラはこちらですよ。やっぱり。
り上行けるよな、普通にトンネルなくても。新しく作ったのかな、これちょんまげ時代に作ったやつじゃないよね多分。そうかもしれないけど、石垣、いやいや、これはこれは違うぜ、これ、うん、バスかなんか乗り物を通すためにこれ掘った記憶が感じじゃない。充電も切れそうなので、風間トンネル、あゆし。以上、風間トンネルでした。やめてください。